一つ。上背もほとんど同じくらい。離れる。何かこう、突きを見せた。一本は突き。これは見事な突きだったですね。もんどり打つようにして倒れました味坂。面の打ち合いが数多かった、そんな展開の後で突きが待っていました。これ衝撃的ですね。はい、まあ、突きでめったに倒れることはないんでですね、はい、もう本当にもう正中線をこう突いたという感じだと思います。はい、多分 出てくるところではないかなと思うんで、出花の突きになるんじゃないかなと思います。はい、相手の突進力も、はい、 そのまま威力になるような、はい、多分そうですね、ふっと入ったところですので。あ、その通りですね。小手を打ちに行ってるような、はい、ね、だいぶ味坂が前に出たんですね、はい、一瞬小手を打ちに行ってますね、そこを、はい、見事に、はい、突き部を捉えてますね。その動きを見ての大石、はい、いや、これはもう見事な突きです、そうですね、いや、こんな一本が女子の戦いの最後の最後に待ち受けているとは。そうですね、女子ではめったにですね、はい、まあ、最近のでも選手は多いですけども、はい、いや、これにより、まあ、でも今まで多分大石選手も突き技は出してなかったと思うんで、最後の最後のこの一本ですね、はい。